皆さん、こんばんは。経営コンサルタントのながらです。今日は2023年8月2、え ?27 日ですか分かる人いますか ?26 日 ?25 日ですね。金曜日でした。 ちょうだね、今26日土曜になったんですけども皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか、えー、月日が経つの早いね月曜日来週の月曜日になると28日かそうすると来週の目標で8月31日で8月終わっちゃいますもんね 寂しいね。またね、お仕事が始まると思うとめんどくさいですね。夏休み、まだまだ続いてほしいですね。はい、ところでね、ドル円の方は、先ほどジャクソン・ホールのね、あの話し合われた結果が、だんだん単独断続的に発表されようとしてます。まあ、11時半にね、パウエル議長がね、発表して、ドル円上上がっちゃいましたね。 金に上げるよと。これからもね、金に上げるからって。上がって、今、ちょこっと下がってますけど、また,また上がってくるでしょうね。どん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 、151円に向けて。はい。あの、まあ、だって、上だもんね、ずっと見ててもね。うーん。皆さん、ここでね、こう,う、ずりって下がった時に、あの、この世の終わりだっていうことでよね。 皆さん言いましたけど、見事復活してね、上行っちゃってるもんね、はい。今年最,最高値市に行ってますからね。はい。今年の最高値さっき行きましたからね。で、<laughs> 去年の151円ね。まあこれ行くだろうね、今年、中にね。 うん、あとちょっとだからね、1点抜くということですね。まあ、素晴らしいですね。うん、まあ、終足でね、この75比以上平均線は、もう鉄壁ですからね、こう、当たったら跳ね返る。当たったら跳ね返るよね。これ,これもね、当たりそうでしょ。跳ね返りますからね。 絶対上であるんですよね。ショート入れちゃダメなんですよね。うん。ここでショートね。こういうところでショート、てっぺんでショート入れちゃっても、すぐ帰ってくるからね。ここでショート入れちゃってもさ、うわ、やめと思って、すぐ帰ってくるからね。で、今、利益ですよね。 だから、ロングに、あロングにね、てきて、ああ、ロングに入き,ああロングにてきていけないですね。ショートじゃなくてね。てっぺんでロング入れちゃってさ、うわぁ、首損だと思っても、すぐね、こう、ロング、<laughs> <laughs> ずっと持ってたらリーになりますからね。うん、ここでロング入れちゃってもね、うん、利益になります。あればね。 うん、ショート入れるとダメなんですよね。ショート入れると、ここでショート入れるとい、一時的には儲かるんだけど、上上がってきちゃって、ずーっと持ってると、やっぱ赤字になっちゃうんだよね。だから、これ辺で切れるかどうか、威嚇できるかどうかですよね。 対極的に見ないとダメだね、やっぱりね、物事っていうのはね。物事は対極的に見ないとさえいきませんからね。はい。これも、上でしょね、ねーどん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 、まあ明日、明日っていうかもう来週からもうずっと上なんでしょうね。まあ今日金曜日だからね、もうこれ以上上いかないかもしれないけど。うん。 ビットコインなんですけど、まあ、ビットコインもねあの、アルトコインもこの世の終わりだということで、もう下がるっていう人いるんだけど、<laughs> これからばっかげですからね、これ。理由はいらないから、うん。理由ってないんですよね、これね、為替にね。 株もそうですけどあ株の株はちょっとあるけどさ株は業績っていう理由があるけどさ為替って陰謀,の陰謀だからね全てうんもともと陰謀でつ作ったもんだからさまあもともとは世界のみんなが同じ働きに対して同じこうまあだ ねえ同じ幸せをもっと得ることができるようにしないとなんかずるいよねってことだったんでしょうねまあただ奴隷制度とかあったからね奴隷がいればさわずかな賃金でさ、ね、掃除洗濯全部食事とか全部やってくれるもんねだから白人はさ家の中でゴロ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 ダラダラダラ,ダラしててもさ、まあ、奴隷が全部やってくれるし下手すりゃ っとて稼いで、くるんんだもんねで使用人ってことでね、まあ、会社みたいな会社系と一緒でさ、ので賃金上げて、残ったやつさっぴいて自分の給料にするわけでしょ。だから、まあ、奴隷制度ってなくなったけど、まあ、今、会社っていう制度があるじゃない。会社、会社っていうね、<laughs> それが奴隷制度の残りですよ。うん、だから会社に 勤め人として入ったらどれになっちゃうよね。だから経営者として入るか、株主として入るかで、株主として入るか、経営者として入れば、まあ、使用人として入るから、ホワイトから白人ですよね。働け、働け、つって。お前らの働きの半分は俺の利益なんだ、みたいなこと言えるけどね。だから社長なんか踏んづけちゃ働かないもんね。 まあ株主なんかもったったらかないもんね。で従業員はこう、天板にさ、もう精神が破壊されるまでさ、こき使われてね。ほんで使えなくなったらポイって捨てられちゃうんだもんね。本当とは、ほの意味で奴隷制度ですよね。奴隷、奴隷制度ですよね。ひどいよね。<laughs> まあだからそういうところから抜け出すためにもね。 まあ僕たちはこの、投資というものでさ、く早く億万長者にならないといけないよね。うん、そしてそんなね、奴隷制度の会社なんて早くね、抜け出してさ、奴隷制度じゃないこところであの、ゴロゴロしたいですよね。 まあ、特に、特にいないですけどね。ビットコインだけ見てみようか、細かくね。うん。うん、特に動きないですね。上がったの、やっぱ。ちょっと上がりそうですけど、ああ、こう上がって下がってきちゃったんだね。 土日は上がるかもしれないね。土日は株も為替も休みだからね。ビットコインやる人多いからね。仮想通貨やる人多いから土、土日はね。うん、明日、<coughs> 今陽線出てるんで上がりそうですね、明日ね。<coughs> はい、どういもまた上がってくるい、これね。 これ一般誌だからね、見てもしょうがないけど、こうやって上がっていっちゃうね。おしめ。<laughs> まあ、それと今日ね、NHK の連続ドラマ、朝の連続ドラマ小説、万太郎見ましたけどね、よかったですね。三菱財閥が300万円、300万円ぐらいかな、今の価格で万太郎の菊をね、買ってくれるってことで。 まあ借金全部返済はできないですけどね。500万、500万円あるからね。借金500万円あるから、全額返済はできないけれども、まあ、だいぶね、補填できるかなと思います。はい、あ。まあ、そんなね、結構最後と言わないでね、1億でも5 0億でも払えへんね,ね。俺だったら払っちゃうけどな。さすがだ、つって。万太郎先生、さすがでございます。はーはー、って。 三菱財閥の社長になってください。はあ、はあって言っちゃうけどね。 はい、あと、野球ね。高校野球、あの、見事、慶応高校が、まさかの107年ぶりに、慶応高校が優勝したということでね。まあ、六大学、東京六大学のね、僕は明治ですからね、あの、慶応じゃないですけどね、あの、石原裕次郎が行った、石原裕次郎が通った、慶応,慶応技術大学、 僕は明治ですけどね。おおめいじそのなぞわれらがぼこをおおめいじそのなぞわれらがぼこをしらくもなびく。 するがない、なんとかかんとか、なんとかかんとか。これすごいね、慶応の。この人、応援団の人、ちっちゃすぎるよ、これ。小人くだよ。<laughs> まあ、ということでね、本当すごいなと思いますよね。 ということでね、まあ明治大学と慶応大学は、まあ大体同じ学力,学力なんでね、まあ明治大学が勝ったも同然なんで、まあルーレ,ルーレット、一人ルーレットやろうかなと思ったんですけど、<laughs> まあそこは我慢してですね、まあ来週あたりまた生放送やりますから、<laughs> その時にね、 まあ、みんな来てもらってですね。あのー、ルうレってやります。真面目に。で、まあ、平田さんね。あのー、この動画の、動画の、動画のね、質問いろいろ書いてくれてありがとうございます。まあ、仮想通貨についてはね、仮想通貨とか <laughs>、世界あ、まあ、世界経済の陰謀論についてはもう、平田さんにはかなわないですね、僕はね。 さすがだと思います、まあ僕もいろいろ調べたけど中国の景気はもう本当に悪くなってるみたいですねそしてあのー、なんかインド洋沖にさ一生懸命土地基地作ってたじゃないですか一生懸命コンクリート張ってあれが水没しちゃったみたいねなんかね地球温暖化でね 温暖化であの一生懸命700兆円ぐらい七兆円ぐらいで作ってた7兆円だっけあのインド洋気のさ中国の一生懸命コンクリート貼って作ってたよねあの島にねコンクリート貼ってね 基地作ってたんだけど、水没しちゃったみたいでさ、あの習近平が責任取らされるようなこと言ってたよ。うん、だ最近出てこないもんね、習近平ね。あとほら、四川とかあっちの方ではさ、あのダム放流しちゃったから大洪水になっちゃったしね。うん あと、不動産バブル崩壊したし、いや、僕びっくりしたのは、不動産バブルの先駆けの村そこもなんか村全体が倒産したみたいね。夕張り、夕張りみたいにね、日本のね、北海道の夕張市みたいにね。いや、あそこだけはうまくいってるかと思ったんだけど、<laughs> 村長がお亡くなりになってからね、 もうダメだったみたいですね、もうね。ということで、本当の意味で、あの、中国をはじめとした世界崩壊が始まってるっていうのと、まあそういう意味ではさ、まあ中国がダメってことは、まあ BRICS?、まあ、大したことないのかなと思うね。うん。まあ、ブリックスっつったってさ、 まあ、中国がいなくなっちゃったら大したことないんだしね。まあ、インドは今日、月に無人,て <laughs> 無人着陸機が着陸したみたいですけどね。ロシアはもう、<laughs> ロシアはさもうワグネル、ワグネルの社長殺しちゃってさ、うちは揉めしてれるでしょう、ロシアもロシアも。 どう,どうなるか分かんないですね、ロシアもね。うん。中国は、なんか、勝手に自滅してほしいって感じあるけどね。あの、周りに迷惑かけないでくれって感じあるけど、日本はもうほとんどの、ほとんどの大企業が撤退したみたいですね。中国からね。もぬけの殻みたいですね。うん。 日本がいなくなると、やっぱり人とかお金がなくなるだけじゃなくて、先進技術がなくなるからね、中国が真似できなくなっちゃうんですよね。だただのモグラ屋敷になっちゃうからね、うん、中国無力ゼロになっちゃうもんね、本当の意味でね。どうすんだろうね、中国。俺は知らねえよ。うん、まあそれとね、 あのー、今日はね、一番大きかったのはあれですね。FX のドラさん。ドラ、引退ですね。優退っていうのかな。いやー、お疲れ様って言いたいねー。 まあ車の中でね、まあ、止まった形で顔出しして、あの動画,あ動画作ってましたけどね、なんか心と体がバラバラになっちゃってるみたいになってて、まあこれ以上 fx できませんと。で、目標もどこに置いたらいいかわかんなくなっちゃったっつってね、あ気持ちよくわかります。まあ僕もね、一緒に仕事してた人がね、 まあ心と体がねなんか分離してるような感じになっちゃってるって言ってね仕事がうまくできないって言って悩んでた時あったんですよねで随分僕も <coughs>、まあ、仕事環境を変えてあげてさ、まあ、随分あのあのまってあげてね1年ぐらいして治,治ったんだけどあのなんか結構大変ですよねやっぱりね で特に FX はお金どん,どんどんどんなくなっちゃうからね。うん、派手に使うとね。で、やっぱり人気 YouTuber になっちゃうとさ、派手に派手にね、お金なくならないと怒られるしさ、逆に FX で儲かっちゃうと怒られちゃうとかね。うん、逆もうちょこっとだけ儲かるのも怒られちゃうしね。うん、派手に滑ってさ、 応損するし,しないといけないからね。あの、どっちなんだいみたいになっちゃう。自分はね、嫌なんだよね。それね、お金なくなっちゃうの嫌なんだけど、でも、称賛されるのは嬉しいんですよね。だから、つらいですよね。まあ、で、デモ、デモ講座でやってる分にはちょうどいいんだけど、まあ、それがバレたときにはね、大変だもんね。嫌 <laughs> だよね。 まあだからドラの引退が今日あったと。まあ今回は本当っぽいですね。うんまあ、最近あ,あんまりもうほとんどねドラ、ライブやってなかったですもんね。たまにしかやってなくて、ね。週1回ぐらいしかやってなくて、で今回は、まあ、本当にもうダメですということだったので、まあ、本当に寂しいですけど、まあ、したか仕方ない。 で、あのー、じゃあ他の人、まあ、例えばジンとか、えー、ギフボーイはなぜいけてんのかっつったら、まあジンはもうだめでしょうね、やっぱりね。まあ、ずっと持ってるだけなんですよ、あの人ね。で、ああ、いくら負けた、いくら負けたっつってるけど、負けてるのを累積で言ってるだけで、あの毎月負けてるわけじゃないんですよね。はい、あの累積で言ってるだけなんで、そんなに負けてないんですよ。 ただまあ、累積でももう8000万とか9000万とかなっちゃってるよと。ね。でも、いつもはそこから戻ってたのに、戻ってプラスいくらかで終わってたのに、全然戻らないんだけど、どうしようって感じなんですよね。うーん。まあ、多分、やめると思いますね、こと今年中にね。なぜかさ、ドル円もどんどん上がっていくからね、もう1億超えるからね。あの、 神の含み損は1億超えていくと思います一1億3万ぐらいいくと思いますね。そして、あの、ギフボイはね、あの、あ,あの昔からそうなんですよね。昔から、あの、勝ってないんですよ。負けてるんですよ、あの人は。うん、あの、お金入金してるだけだから。 で、いつもゼロになるんですよ。で、働きに出て、給料入れて、また始めるだけなんです。はい、で、最近、お金、1000万、2000万ってやってたのは、あの、親の遺産が入ってからんですよね。何百万とか、1000万ぐらいね。親の遺産とか、お金にも入ってね、それで、退職金とかね、入って、まあ、急にね、1000万、1500万ってなって、やってるだけで、 で今年ね、まあ1000万ぐらいなくしてるから、まあ多分今年中に全部なくなっちゃって、またゼロになると思います。で、また働きに出て、毎月給料入れてね、ほんでまたなくなって、で、ゼロになっちゃって、また入れて入金してやるって、それの繰り返しですから、あの、あの人は結婚しないからね、しないと言ってたからね、だからあの人はいなくならないですね。ただまあ飽きるかもしれないね、見てる方はね。 うん、じゃあ、本当に勝ってる人はっていうと、FX や、YouTube やってないですよ。うん、狙われちゃうからね。うん、勝ってる人ね、ま、毎日、ま、スキャリピングだったら毎日に20万とか30万とか100万とか200万とかね、毎日勝っててさ、積み重ねていっても10億、100億、500億足りよって。い結構いるんだよね、いっぱいね。やるわけないじゃん、だって。 狙われちゃうし、友達作る必要ないしね貧乏人他のユーチューバーがさあの取材行きたいんですけど嫌だよってねテレビ局に、ね、狙われちゃうじゃないですかどうやってやってんですか本書いてくださいこんなん書くのは面倒書かないめ面倒くさいもんねだからあの顔もね住んでるとこ内緒でやりたいわけですよ うん。はい。とにかくね、あの、トラさんお疲れ様でした。今までね、本当に楽しく見させていただきました。これからもね、何かあったら YouTube とか作ってください。それでは今日はこの辺で終わりにさせていただきます。明日土曜日ですけどね、また動画上げたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。 This was bye bye.